時間も夢ですけど、同じように夏に祭りがあります。今年ももう4月1日からですね、地元小山市の、桜祭り等々ですね、地元のお祭りも帰ってくる様子です。そういった部分ですね、元気いっぱいね、元気づけにこちらの会場を盛り上げて、この春にね、つなげていければと思っております。じゃあ踊り子よろしいですか。髪型参りますよ。それでは参りましょう。髪型構え、見ていただいた並びに参加していただいたお客様に感謝。気をつけ、レッツ。